<laughs> こんばんは今日も寒かったですねリハだったんで外出たんですけど寒かったですあお父さん先なっていいこんばんちゃ暖房つけようねえちょっと今つけたばっかりだから多分温まってないですね温 <laughs> まってないですね ゆうさん帰宅したばかりかなおすごい当たってるご飯だけちょっと食べてきて配信してます <laughs> そうですそうですマジ外寒寒すぎてびっくりしました寒い <laughs> けどあの雪降った日よりは全然寒くないけど 寒いね早く温まってくれ頼む <laughs> 頼むあとさ何食べたの今日はお味噌汁にそぼろご飯食べてきましたお腹いっぱいです <laughs> もう多分あれですね何も食べなくていい気がする寒いこれも冷た <laughs> 寒いよあゆりさんリハお疲れ様ありがとうございます練習してきましたバッチリ練習してきましたあとゆりちゃんがなんか明日あれじゃないですか節分の日だからなんか豆豆まきみたいな豆みたいなの買ってきてくれて 豆巻き私はちょっとやってないんですけど豆まきやってました <laughs> すげえちゃんとしてると思ってちゃんとお面までお面まで買ってたからはあと思って <laughs> けどあれは食べたな私も豆は食べました <laughs> 早いですねもう節分だって <laughs> あくむさんこんばんは俺やでこんばんはありがとうございますこんばんはこんばんはこんばんはう a <laughs> さん部屋が冷え切ってると縫いも冷え冷えになるのねいやもうやばい超冷たい <laughs> マジで超冷たいこのぬいぐるんこのシェリーめいちゃんが超冷たい <laughs> まほうきつさんこんばんはこんばんはごまさんあら今日の髪型可愛いじゃんありがとうございますゴムなんですけどスカーフ風ゴムをつけてみましたハーフアップで <laughs> 今日はけど今日はあれです髪の毛は止まらなかったので <laughs> ハーフアップにしちゃいました あ私は上何か羽織ればあったかな羽織るものけどね下にブランケットは一応かけてるんです <laughs> なのでとりあえずあとココアも今日はあるのでとりあえずとりあえず大丈夫です寒くなったらちょっと上着を探しに行ってきます <laughs> さん2月2日の節分百何十年ぶりらしいよえっそうなんだけどマジで節分って言ったら3日のイメージがすごいあるからそっかそっか <laughs> もう経験できないかもしれないってこと百何十年ぶりだとあちょっと豆まき買ってるのかわからないんですけど <laughs> あったら私も明日やりたいと思いますハハ豆まきちゃんと鬼のお面買って豆まきやりたいと思います <laughs> 多分去年はやってないんですよね多分やってない気がするゆえさん先の血の体温で温めてあげないと <laughs> ね<っ笑>温めてあげないと <laughs> いや寒い ごめんなんかこんな冷たくなっちゃって <laughs> ほうちさん初見ですいつもありがとうございますいつもありがとうございますほうちさんこんばんはこんばんはありがとうございますとも髪まとまらない問題ないし今日も可愛い <laughs> ありがとうございますありがとうございますそして見に来てくださいありがとうございます <laughs> ほうちさん恵方巻きは食べますか去年は恵方巻きは食べた豆巻きはしてないけど食べたはず食べましたちゃんとその方角向きながら食べましたちょっと今年どうの方角で食べればいいのかちょっと調べてないので分からないんですけど多分明日は私は私のうちはあれですね恵方巻きな気がします恵方 <laughs> 巻きいつもなんか 喋りながらご飯とか食べてるから、恵方巻き食べる時だけ、静かに食べなきゃいけないのがちょっと苦痛。<laughs> けど、美味しいんですよね、恵方巻き。伊藤さん、うん、誰がおにやく?。パパかな。<laughs> パパかな、おに。おにやくはパパかな。<laughs> パパにやっていただこうと思います。 本当に <laughs> 私は鬼はやらないやらないやらないと思うので私のパパにやっていただきたいと思います。く <laughs> まさん今日雪降ってて泣きそうになったっ今日雪降ってたんですかそれはそれは泣くそれは泣くなんか私も出かけた日にちょうどなんかあ雪降ってきて電車乗ってたら帰りの。 テンンションえましたねマジで本当に <laughs> 見るのはいいんですけど外出るのはもう嫌ですね本当にそう思いません <laughs> なんかもう雪だるまとか雪合戦とかして,してる子見てないんですけど今年とか前見てたりとかするとああ 若いいいなってすごい思いました <laughs> 小学生とか雪だるまとか雪雪合戦とかしててああすげえと思ってけど <laughs> スキーかスノボは行ってみたいくま <laughs> さん今年は南南東を なんなんとうオッケーですなんなんとねオッケーオッケーありがとうございますこれで調べなくてそのとはあれですね家のなんなんとうをあのコンパスで探しあのコンパスで探してあれです食べます食べたいと思いますほ <laughs> んとさ無言で食べきるのは大変ですよねわかるわ本当に大変マジでびっくり するぐらい大変 <laughs> いつもなんか喋って食べてる人にとってはなお大変なんかもうな、ね、何しよう何無言で食べるんですけどどうやって無言で食べるのかちょっといまだにわからないですねなんかもうい勢い追って食べるもう <laughs> 秒で食べるようにしてます皆さんもぜひ絵本巻きは南南東ではい今年は食べてください <laughs> 本巻きは節分の後の投げ売りを買う人であそうなんだ知らなかった知らなかったよすごい豆知識だありがとうございますすごい何も気にせず食べてた <laughs> そうなんだいや明日は豆巻きして本巻き食べるからちゃんとなんか日本の

いいないパパしかいないできる人は <laughs> キョウさん,こんばんは,こんばんはああおとさんあルパン何見てたのあルパン気になりますあれですあのザ・ファーストあの広瀬すずちゃんと藤原藤原さん藤原あ出てこない 今あの青の SP やってる人とあ,あともう一人のが声優やってるんですけど見,た見ました見たことありますなんかずっと「金曜ロードショーで」でなんか初めて公開するっていう日にビデオは撮ったんですけどずっと撮ってて DVD まで保存したのは良かったんですけど全然見てなくて昨日見なきゃなと思 ふと思ってあれですねまだあれですコナンのエピソード0も結局見てないので DVD にはあるんですが見てないのでちょっと見なきゃなって思ってます「THEFIRST」の後にイタリアンゲーム見ました <laughs> 2本見ました面白かった「THEFIRST」ファーストで多分合ってると思うんだけどルパンはファーストかな多分ファーストはつくついたと思うんですけど なんか CG 風の映像になってるんですよねすごーいすごいなんかちょっとリアルちょっとだけリアルでした <laughs> けどすごく面白かったですルパンいやたまに見るとなおいいですねやっぱりけど私やっぱりあれが好きですあのジブリの監督とのコラボのやつカリあーカリロアウストロムごめんなさい多分絶対違うと思うカリー あー出てこないあれが一番好きです <laughs> カリオストロかな合ってるかなでな多分こんな感じこんな感じだったはず宝地さん昔は関東でも鎌倉作れたりしたんだけどねそうなんだそうなんだそれは知らなかった そっかそれだけ寒かったってことか鎌倉一回作ってみたい,いなって思い,思思います北海道とか本当にそのイメージ鎌倉作ってるイメージあるから鎌倉作って本当に鎌倉の中はあったかいのかちょっと体,体験してみたい ですねいつか <laughs> コロナが終わったらうん行きたいなって思いますくまさん雪合戦の世界大会あるの知ってた知らないすごいすごい楽しそうだけどすごくあの遊びだから多分めちゃくちゃ楽しいけどなんか大会とかだったらなんかめちゃくちゃハードハードうん すごいハードな感じがする <laughs>。楽しいんだろうけど、なんかもうすごい <laughs>。すごいもうなんか。イエーイみたいな感じじゃなさそう。だけど。世界大会か。私多分絶対無理だな <laughs>。無理だな。多分あのドッジボールとかも結構苦手なので。多分雪だ、雪を。雪玉を作る係。 で参加したい <laughs> な,<ん>なら <laughs> そんながかりないですかね <laughs> ともメンバーで集まって食べたら無言は無理と予想無理だね無理絶対みなちゃんあたりが笑わせてくると思う <laughs> 予想予想で笑っておしまいだと思うそれか 無言に耐えられなくてはるちゃんがめっちゃ笑うか私がめっちゃ笑うか<笑>どっちかだと思うどれかだと思う <laughs> いやゆりちゃんは絶対いけると思うわかんないあ,あかりちゃんもあかりちゃんもいけると思う無言でいけると思う <laughs> 予想予想うん私と ははるちゃんとみなちゃゃんんとだ <laughs> めちゃくちゃ2人に失礼だけど <laughs> ダメだと思うなくまさんどうやって無言ってらなければいいだけじゃねえけどさ無言ってさ結構難しくないなんかさ自然的に無言になるのはさ大丈夫だけどさ なんか無言にならなきゃって思う無言ってめっちゃ大変じゃないですか私ダメなんだよな絵本巻きだからもう早く食べるようにする本当に早く食べ食べ終わってめちゃくちゃしゃべるようにする <laughs> <laughs> 本一さん自分も次の日にセールに出ている絵本巻きを買ってちゃんと切って食べるかなあなるほどね切って もいいよ私もそのまま行きますそのままで食べちゃう食べちゃいますそうかじゃあ今年だと3日にそれやるのかわし絶対明日だと思うんだよな <laughs> 絶対次の日に食べてない気がするいつもあくまさん藤原竜也あ藤原竜也さんですそれですそれですその方ですその方 そうですそうですのやつを見ましたすごく面白かったですで明日もあれですよね青の SP やりますもんね楽しみやった今日は朝顔だからこれ終わったら見てお風呂入って寝ようかなって思います <laughs> ほうちさんメンバーでえほん巻き食べる動画待ってますああぜひ ありだなしかも3日だしねライブね全然あり絵本巻きめちゃくちゃ面白そう <laughs> 食べ食べたいなじゃあ我慢しとこうかなけど,けど明日けど多分絶対出ると思うんだよな予想 <laughs> 何も何も聞いてないけどタジよこんばんはありがとうございます 3D のね見たよ面白かったあ見ましたやっぱ面白いですよねいやーなんかすずちゃんが声優でなおめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど気づいたら映画終わってて <laughs> もう気づいたら金曜ロードショーもやっててでちょっと本当に放置してたので今やっと見ました見れました <laughs> よかったです あクモさんカリオストロの城あ惜しいところまでは言ってたかなカリオストロねうんうんうんカリオストロの城あれが一番面白いなけどなんか他の作品あんまり私ルパンのやつってマジで「金曜ロードショー」に出てるやつしか見たことなくてなんか毎年カリオストロの城はやってると思うからすごく多分印象に残ってるのかなって思う。 な, <laughs> なあとやっぱ「絵好き」ね <laughs> いつものルパンのやつも好きなんだけどなんかやっぱりなんかジブリとのコラボなだけに絵がなんかすごいいい好きな絵の感じ <laughs>。 きちゃんクラリスに似てないおクラリスですか嬉しいクラリスね私もあのチップとデールの動画なんか3分ぐらいの動画があるんですけど保存してます <laughs> 保存してますなんかすぐ見つけられるようにたまにすっごくたまに見たくなるんですけどすぐ見出れるようにタグみたいなの保存してます 可愛いですよねけどあの声一生でないっていうぐらい難しい声をしてる <laughs> <laughs> クラリス最近写真撮れてないなしとか言ってもそもそもグリーティングがないのがあれだけどあれなんですけどクラリス結構コロナ始まるコロナが流行る前とかは結構クラリスとの遭遇 がめちゃくちゃ他のキャラクターよりもクラリスとの遭遇率がめちゃくちゃあって一緒に写真撮ってました <laughs> 嬉しい本 <laughs> 内さん寒かったんじゃなくて積質が良かったって感じかなあーそういうことそういうこともしかしたらもしかしたらそれかもしれないです けどなんか今ちょっと温まっとままててきてます絶対こっちあっちあっちに私のエアコンみ暖房エアコンみたいなのがあるので徐々に徐々にこう来てくれればいいんですけど若干今あったかいです <laughs> あテ CT さんこちら,こ,ちらこんばんはこんばんは <laughs> め目隠し坂道見てても誰かの笑い声がうっさくて全然振りが頭に入んない話聞いてくれます <laughs> ごめんなさい誰だろう <laughs> けどなんかみんな笑ってるからあれだけど私多分笑い声はめちゃくちゃうるさいのでもしかしたら私かもしれないですごめんなさい <laughs> ありがとうございます何回も見ていただいて <laughs> そっ,そっかそっか、その盲点がそこがそこが難点ですね <laughs> ちゃんと固定カメラみたいな点底カメラかなのに <laughs> 頭に入んないのはやばい <laughs> 相当相当声が <laughs> 相当声があれなんですね 相当笑い声がすごいんですね <laughs> 坂け<道>ど <laughs> も,もうあれ何回見てもダメ <laughs> すごい笑ってしまうあとほんとに思いのほかなんか自分は完璧と思って踊ってるからなんか何も絶対間違えてないっていう。 気分でもう踊っちゃってるから実際見るとあこんなに間違ってるんだと思ってなんか最初マジで見た時はなんか若干のああみたいなちょっとちょっとの悔しさありました <laughs> ちょっとの悔しさ私推しメンの前では「喋れなくなるオタクと真逆ですね <laughs> 真逆ですね」って言ってる。 い,やいいいやことだよ何話していいのかわわかからないのはるわかるわ <laughs> かる,かるあくまさんあかりも笑って無理そうだと思ういや言うてあかりちゃんはなんか我慢しそう分かんないけど <laughs> なんかもう私はもう多分う食べれないぐらいめっちゃ笑っちゃうけどあかりちゃんはなんか我慢して食べてそうイメージあーけどあかりちゃんもダメかやっぱゆりちゃんだけかな食べれるの <laughs> どうかなえー、どうだろうあかりちゃんくまさん関東はもともと絵本巻き文化なかったからねあーそうなのそうなんですねそっかおし。やってたなずっとな感じがする <laughs> ともみんなが食べてるるの眺めるけ販売予定はかっこあるわけない <laughs> 諦めないで諦めないでけど秋がね普通になんかさなんかさあって <laughs> 明日に歯とかだったらもう節分だからあれよねなんかもうみんなね今コロナだからあれだけど コロナ終わったりとかしたら本当にみんなでショールームとか使って「アイホ本巻き食べたいね無言で」<laughs> 無言でとか言ってくまさんまた寝るの朝か朝じゃない朝じゃない朝じゃないですよ朝じゃない12時ぐらいに見て1時お風呂入って2時ぐらいじゃないですかね今日ははい,い明日お休みなので寝て。 で明日ママともまたお休みがかぶったのででドラマを一緒に見ようかなと思いますけどなんかもないななんかねなんだっけな出てこないで笑ってこられての時に千葉雄大もで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 もーもで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 もててでもでもピーター・ラビットの実写見てなくないってなったから明日は多分ピーター・ラビットの実写版を見るかもしもないでもで 見ました皆さん見たことあります?ピーターパン「ピーター・パン」「ピーター・パン」じゃない「ピーター・ラビット」の実写版あれもな映画見に行きたかったんだけど気づいたらなんかもう終わってて DVD 待ってたらいっかって思ったらなんかもういっぱい「ネットフリ」とか「アマプラ」にも出てるからびっくりしちゃったみ <laughs> たいな明した <laughs> あさんルパンとコナンのコラボおもろいじゃん面白いね面白い面白いあれも好きよあれも好きなんか2段ぐらいあるよね1段しかないっけなんか私2個見てる気がするんだよなけどなんかそれもなんかめちゃくちゃ見たかったんだけど DVD が見つからなくてどこどの DVD なんだろうみたいなそれも見たいもうあんまり覚えてないから。 あとも九位に心盗まれてる人挙手はーいあ嬉しいやったよ <laughs> やったよ嬉しいそのまま盗まれててください <laughs> よろしくお願いします <laughs> 熊さんそっちじゃないって言ってるえっどっちじゃないんだいそれはどっちじゃないんだいえっ、ー、どのことを言ってるんだい教えてくれ そっちじゃないって言ってる。困った。<laughs> まああれよね。コメントしてくれることを待ちます。エイさん富子ちゃんおめだそう。<laughs> 私が私が藤子ちゃんをね。富子ちゃんいや富子様は本当にお,お美しいですね。いつ見ても <laughs> いつ見ても。 なんかなびきすなんかもうルパンになびきそうでなびかないところがまた <laughs> また面白いですね。タジ春ですって笑ってるあっはるちゃん声 <laughs> はるちゃんか危ない危ない私もけど戸惑ってる方が多かったのかな <laughs> 大改めてちゃんと見たら音楽聞こえなさすぎて笑った<笑>相当相当相当なあれだったんですね叫び声だったんですねけどなんか <laughs> 目隠れてるからあんまりなんか音聞こえなかったなぁとは思ったけどそういうことねもう個々がもうわーって言ってるからなおさら聞こえないってことだったのかな <laughs> トモさん「はい」ですだあ嬉しい父さんも言ってくれてるありがとうございます <laughs> あっホーチさんもトモさん「はい」って言ってるありがとうございますホーチさん「ピーター・パン」の実写見たことあるピーター・パンの実写も見たことないピーター・ラビットの方はないなどっちもないなピーター・パンもないパンですよねあれもなあれも私映画館なんかもう映画館行こうと思って終わってる パターンが多すぎる映画か映画があと全然またちょっと違う話になるんですけどコナンの見,、ま、見に行きますよね皆さん1違う2月11日から3月何日まで4週間期間限定でやるコナンの赤い赤い系総,総集編みたいな見に行きますえ行きたいんですよね私 <laughs> 行きたいんですよね ないなビーターパンも自社見てないから見たいビーターラビットも見たい <laughs> クモさん2段あるよやっぱ2段ありますよねそうだよねありますよねなんか最後しか覚えてないんですよねもう本当に最後なんかどうやってコナンが帰るかみたいな <laughs> 本当になんかエンディング終わった後の最後の 何分間ぐらいだけ覚えてるんですよね <laughs> いや見たいなマジどこにあんのろ DVD ちゃんと書いてないのかもしれないなディスクにあー見たい見たいクマさんクラリスの話おクラリスの話クラリスの話クラリスに似てるっていう話えあ何クラリスってそっちじゃないの あれチップとデールのクラリスじゃないのえ何のクラリス何のクラスあカリオスカリオストロの方もしかしてごめん <laughs> 必然的に必然的にごめんごめんごめん絶対そうだよなそうだよないきなりディズニーの話になるわけないですよねそっちかそっちか失礼しました そち,らそちらかなそちらだってます皆さんそちらです <laughs> そっかそっかそっちじゃなかったのかやばいな <laughs> そっかいやクラリスのイメージがそっちなんだよなそうだよねいきなりディズニーの話になるわけないですもんね失礼しましたほんとにともなう12時1分で行ってくれてるまた過ぎちゃうのね で絶対ここで1分ってことはもうちょっと過ぎてるってことも知ってるよ私は <laughs> じゃこれ読み終わったら終わりにしようかなあっ夫さん目隠しシリーズか希望って言ってる是非続編を続編パート2を楽しみに楽しみにしていただけたらと思います <laughs> ちょっと撮影したいですね頑張りたいと思います次はパーフェクトを目指して 頑張りたいいと思います <laughs> もう近づく完璧を目指したいけど目指すところはゆりちゃんゆ <laughs> りちゃんを目指して頑張りたいと思います私は <laughs> あくまさんコナン見に行きてねえ見に行きたいですよねもうなんかもう2年越しだから去年やんなかったからなおさら赤井さんめっちゃ好きなのに。 かなかったから <laughs> 悲しい悲しいあ、夫さんオッケーって言ってあ、そちらでしたね失礼いたしました失礼しましたありがとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> カリオストロンも,もう一回見ようと思いますリブでやるのではい <laughs> 見ようと思います <laughs> ありがとうございます <laughs> 放置さん、キュイーンズの動画、ま全部目隠しシリーズでお願いします <laughs>。<laughs> オッケーです。頑張ります <laughs>。くまさん、暴走さきなちゃん、テーマモラ。ありがとうございます <laughs>。許してくれてるのかな、ありがとう。ちょっとそう言ってくれる、ちょっと心が。 ところがちょっとそんなに <laughs> そんなに気にしな気にした方がいいと思うんですけどそんな気になんないですありがとうございますと <laughs> もじゃあディズニーネタをなんだろうあっくまさん目隠しやるのはいいけど怪我しないようにね <laughs> 優しい <laughs> 怪我しないようにだけ頑張りますやっぱなんかやっぱみんな靴下でやった方が あんまり危なくないかなと思って次やる時は靴下でやりたいですね <laughs> 提案してみたいと思いますなともアリエルの星5つ出たからだいぶ楽になったあっあしまだ5つない出てない出てないんですよね全部ジュエルをあのガチャじゃなくてあのハートのに使ってしまうので全然ないです3までしかないですまだ。 え、いいなあ。私もアリエルの号出したいな。悲しい <laughs>。私もガチャやろう。ほんちさん、そういえばさマジで歌のリクエストって1年後なのいいんだけど、いや聞いてください。本当はいや1月にやるって言った言ったんですけど聞いてください。あの、マイク付きイヤホンを紛失してしまって、今日も本当はやろうと思ったんです。聞いてください。やろうと思ったんです。実は。 だけどあのイヤホンをなくしてしまってできないんですよねカラオケ配信が本当に本当にごめんなさいなのでもう買い買って買って次次の次ぐらいにはやりたいと思うので <laughs> はいそちらを楽しみにしていただければと思います本当にすみません1年はあのまあ でも,もう多分熊さんあたりは多分1年とか待ってると思うんですけどはいすいません本当にごめんなさい <laughs> 本当にごめんなさい友のもんだよね友も友のやつも多分1年ぐらい待たせてると思うんですがはい本当にごめんなさい <laughs> もしこ,このこの件に関しては本当に謝罪でしかないですね本当にどこにあの あれしかないですエアポッドしかエアポッドしかなくて今 <laughs> ないんですよねどこにやっちゃったんだろう <laughs> 困ったちょっと本当明日あれですねちょっとお部屋も汚くなってきたので清掃お掃除もしつつ見つけたいと思いますなかったら買いますあくまさんセラの母ちゃんが気になるいや本当に本当にめっちゃ気になるんですよね 気になるところ本当に気になるところだから本当に見たいんですよねアニメもなんか全然気づいたらビデオ撮れてなくてもうそれからもういいやアーティスで見ようって思ってもう全然見れてないのでアニメがどういう状況になってるのかも全然わからないので映画あの総集編みたいなので追いつきたい本当に気になる本当に気になるところ クモさんコメント渋滞も定番わら <laughs> クモさんありがもう本当に定番になってきたねごめん <laughs> ごめんなんか前回は調子良かったんだけどな <laughs> タジモッチー先生の次の動画が待ち遠すぎて死んじゃうあれねワンピースね私ねちょっと見たよちょっとだけ見たちょっとだけ見たモッチー先生も。 ちょっとねちょっとだけ見た <laughs> まだ全然追いついてないけど見た見てるよ見てる <laughs> なんかその後あかりちゃんにもなんかな、ね、ゲーム実況の人がなんか CM 出るから「さきなちゃん登録しといて」って言われてそれも登録したんですけどちょっとまだ見れてないのでそれも見たいですね <laughs> 見るものとやるやりたいことがいっぱいありすぎますね <laughs> 順番に見ていこうと思います けど面白かったです、もっちー先生 <laughs> 本当に面白かったですなんで、継続して見たいと、見ようと思います <laughs> また見たら教えますまたあれです、話題出してくれたら嬉しいですよろしくお願いします <laughs> あ、夫さん生オケでもいいよなんかね、私ね、一回ねなんかね、やったことはないんだけど確かね、あのイヤホンがないとねやれない気がするんだよね、これ 今度一回やってみるねちょっとさす今ね多分ママが寝ちゃってるママとパパが寝ちゃってるからねどっちみち今日はできなかったんですけどすいませんほんとにちょっと今度生でやってみようかなああごめんなさい <laughs> 揺れてしまった。 信用してない信じてくれてない信じて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 ,信じて <laughs> あっも7日目のログインボーナスで星5つ確定チケットもらえるえ私もらってるけど使ってないってやつあるなあるな私多分ログインボーナスちゃんと見てないのかもしれないちゃんと見てみます多分私絶対7日間経ってるはずだから え、そしたら私も星しつもらえるってことだよね。オッケーオッケケーちょっとこのあと終わって朝顔見ながら「ディズニーのやつやりますわ」「見ますわ」「放ちさん大丈夫まだ10ヶ月は待つから優しい申し訳ない申し訳ないマジで本当に申し訳ない」「早急にイヤホンを私はゲットしてはい歌い上げます」 やりたいと思いますはい多分10ヶ月は本当にお待たせしないと思いますはい <laughs>、はい、<laughs> はいしか言ってない <laughs> あくまさん大丈夫まだ8ヶ月あ優しい結局優しいくまさんもありがとうございますけども相当待たせてる本当にごめんなさい本当にごめんなさいあとも大丈夫動画でもらってるので胸いっぱい優しいありがとうございますありがとうございます本当に そのうちそのうちやりますので皆さんカラオケ配信やるときはまた見に来てください <laughs> よろしくお願いしますカラオケ配信だけじゃないときも見に来てほしいんですがはい見に来てくださいよろしくお願いしますあ夫さんさけなちゃんの誕生日はいつなの私の誕生日は2月の18日です <laughs> 2月の18日でございます だから生誕祭の13あ5日後ですね生誕祭の5日後ですにやります、はい、あともこの流れで告知あそうですねそうですねありますよ明日朝嘘つきました2月3日ですねアイドルライブジャパンをキースタさんでキースタでやりますオープンが 2時半からです見に来てくださいあと無料その金スタで無料動画の配信もあるので皆さんそちらも是非チェックしてくれたら嬉しいですそしてそしてそして2月13日は私とあの青色担当の黒崎はるちゃんの生誕祭になっております一部二部ありまして私は一部はるちゃんが二部の方、はい、やりますので皆さん ぜひ、見に来てください。生誕祭のやちゃんと時間、1時半、時半かな。あれですね、レノンさんではい、やります。皆さん、見に来てください。よろしくお願いします。あ、くまさん、じゃあ、もっとリクエストしとこうかな <laughs>。ちょっとまたリクエストしてくれたやつは、また、また伸びちゃうかもしれないけど、もし、あ、ある、 もしリクエストがあるならぜひコメントお待ちしておりますあ、くまさん5日後にやりますよおかしいだ。そうですね5日後に私の13日の5日後が2月18日は私の誕生日になります23歳になります <laughs> はい23歳も楽しみたいと思います <laughs> それではそれではそれではそろそろ,そろ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 終わりにしたいと思います <laughs> 中途半端かな大丈夫かな大丈夫そうです <laughs> ごめんなさい本当ににちょっと日付そっかもう2月2日ですね皆さん <laughs> 140あくまさんおつけなありがとうございます149人の方々ゆる、はい、い動画だったんですゆるい配信だったんですが見に行ってくださりありがとうございましたまた配信するので また見に来てください。よろしくお願いします。また多分次の配信も夜遅いと思いますので、皆さん見に来てください。よろしくお願いします。あ、皆さんお月さんありがとうございます。お月さんでした。あ、お父さん夜更かししないように、ね、はい、夜更かししないようにはいします。ありがとうございます。あ、放置さんお疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。 さん、配信ありがとうね。バイバイ。またね。バイバイ。またね。バイバイ。ありがとうございます。あともうゆっくり休んでね。お庭外、福うちそうですね。皆さん、明日は豆まきしっかりして、絵本まきもしっかり食べてください。<laughs> それではまたお会いしましょう。